新四の津温泉から見たタップ大橋タップ大橋は、北海道岩見沢市と石狩郡新四の津村の間の石狩川に架か,かる、北海道道八十一号岩見沢石狩線、北海道道百三十九号江別内江線、北海道道千百二十一号月形ホロムイ線の道路橋。石狩川の川口より数えて六番目に位置する橋であり、上流側には未来大橋や、 月形大橋が下流側には三原大橋がかかっている。この橋は岩見沢市中心部から石狩市に抜ける最短の道を構成している。1950年代まで石狩川の下流にかかる道路橋はわずかに石狩大橋のみであり、両岸を往来する橋の存在が望まれていた。1947年に砂川町の都線において事故があったことから、 この辺りに橋を架ける要望が出された。要望は認められ、1954年に工事開始、1960年に完成。当初は長さ400.3メートル、幅6.0メートルであったが、石狩川の整備に伴い1964年に210.0メートルの延伸を行い、1968年にも210.0メートルの延伸を行っている。 交通量を大増加や老朽化に伴い、周辺の道路を同時に付け替える形で工事を始めた。まず2000年1月31日にタップ大橋に接続する橋が供用開始され、本体の橋は2000年3月に工事開始、2004年9月29日開通。岩見沢大橋老朽化による掛け替え工事に伴い、両岸の新篠の津村と北村により橋梁名の 一般公募がなされ、現在の協力名となった。ありがとうございます。